岡山市の大森市長を表敬訪問したのは、京山中学校の選手ら20人で、女子の黒田立花キャプテンと男子の永原武キャプテンが、駅伝の全国制覇を報告しました。これに対し、大森市長はお祝いの言葉とともに、今も岡山の誇りではありますが、これからさらに大きくなってほしいと思いますと期待の言葉を述べました。 選手らは今月17日に滋賀県で行われた全国中学校駅伝で男女ともに前回の12位から大きく順位を上げ、県勢初史上2校目の男女アベック優勝を成し遂げました。全国優勝っていうのがこんなにもその大きくいろんな方に影響が与えられているのがすごく嬉しいなと思います。まあ自分自身も結果を 陸上で出せるようにしながら、人として尊敬されるような選手になりたいと思っています。全国制覇から今日で10日、チーム全員で掴んだ優勝の喜びを改めてかみしめていました。